私のいたドラコスソピアーラ。そこは実力が全てだった。中3階級で分けられ、地位が高い鬼ほど、魅力あふれて、全てが揃った裕福な環境が全て整った都市に住むことが許されている。だが私のような、親も子も大した成績を残せていない、鬼族は何もない辺境の地に追いやられ、何もない土地で生きることを強要された。それでも強い鬼は地位を上げ、富と支配領域を実力で広げ、そのエリアのボスとして君臨することができる。それ以下の鬼はそのボス鬼のエリアに服従を誓って住まわせてもらうか、私みたいに自分のほんの一部の縄張りという安全領域で細々と過ごすしかなかった。居場所はない、味方もいない、友達もいない、いるのは己の全てを奪おうとする鬼のみ、そんな疑心暗鬼で苛烈な環境で私は育った。親が誰かもわからない、ただあったのは最初こそはそこそこあった領土。だけどそんな領土も一人の鬼に奪われた。キルミンの子供にしてはなかなかの領土を持っていたな。殺せ、親からもらった領土を奪われ、生き恥を晒すくらいならここで殺された方がマシだ。もったいない、良き師がいれば才を発揮できただろうに。一部だけ領土を残してやる、周りは私の領土、むやみな侵入をされない以上、お前はここにいた方が安全かもな。情けか、鬼の分際でそんなことを。なら成り上がってこい、私もまた絶対的地位に登ろうとする鬼、今こそまだ5階級の、喫色。いずれは13段位最強の地位、四天王、になる。なら成り上がって殺してやる、名前はなんだ。メオリ、カオン。いずれ、ドラコスソピアーラ、に名を轟かせる鬼だ。成り上がったるわ。うちは、強いんや。過酷な環境でずっと生き抜いたんだ。少々の悪意やしの匂い、それらの危機感だけは誰よりも敏感だ。主は私を倒したクソ野郎だ。だから主に少しでも害を成した関係者と疑わしい奴は殺す。人間と違ってお利口じゃないからな。疑わしきは殺す。私が主を殺すまでは何人たりとも主を殺させない。いくらでも苦渋をすすってやる。売られた喧嘩に負けっぱなしのまま、勝ち逃げで終わらされるのは嫌いだ。どうしよう。普通に勝てないんだけど。戦闘員だし、私。そりゃあ多少の武術とオーラはわきまえているけど、あそこまでのものを出されると。パラシーターの効果を出せば逃げれるか、だけど、相手が放出系の技を持っていればアウト。あとはどれもため時間がかかる、運転券。なら、せめて話をしながら時間を。だから見逃して。女、どうでもいいわ。主に害を与えたのは変わりない。横取りは鬼の怒りを買うで、覚えときや。あっ、なかったな。そのまま落ちるか、切られるか選びや。無実だ、私は関係ない。本当よ。だから、興味ないって言ってんやろ。恨むならその発動した奴と似たような気配を出してる自分を恨みなや。ほんとマジ勘弁して、マジで私じゃないの。信仰者にもてはやされるって聞いたから卑怯になっただけなのよ。悪事だって人殺しはしてないし、運び屋的なことしかしてないし、遊ぶためのお金があればそれでよかっただけだし。ならもう主を狙わんか、それだけ約束せや。主ってあの女、ならわかった、もう私は何もしない、手を出さない。男や、変な術で眠らせたやろ、それでそこから奇襲仕掛けるつもりやったんやろが。どうも悪事件の被害者か。くそ、死んでも私の足を。なら本当に私は無実、お願い、助けて。ええわ、これだけ恐怖を植え付けれたなら勘弁したるわ。よかった、これで命だけは。あ、あかん、めちゃ重い。子供、というか。え、ちょっと、離さないでよ。無理。バカー。なんか手間に合ったな。え、なんで？生け捕りだ、お前から情報をもらわなければ私もまた後手に回りたくないからな。伝わればあの一室の惨劇を再現してやろう。まだ空腹みたいだからな。もういいや、抵抗しないから拷問と口封じの処刑以外で好きにしてよ。好きにしろという割にはずうずうしいな。なら知ってること全部話すんだな。ミミ、早期の段階で異変に気づき、独自の判断で標的の足止めをしたことは称賛しよう。私も今回の件でお前を見直した。だがな、角は隠せ、いつ外した、あと、新規ばっかい、おむやみに使い続けるな。どうせ戦う前から使っていたから使用時間が過ぎたんだろう。うん、いつ来るかわからんかったから。もっと己を知ることだな。力は有限だ。最初から全力では最後まで保つわけがないだろう。まあ、これはあんなしょうもない能力の影響を受けてバカみたいに眠ってるバカでのんきで哀れな主様に後で教えてもらえ。わかったわ、そろそろ見解してもらえんやろか。お前これ使えないだろう。まったく、キデミン、のくせに武器は上物と来た。良き道具は立ちの悪い道具を知ってこそ進化を理解できるというのに。
称賛してるなら説教はやめてや。称賛し、評価したから説教するんだ。喜べ、お前も私のお気に入りに入れてやる。なんか嬉しない？さて、降伏したとはいえ、お前の仲間が口封じで遠隔で殺しに来ても面白くないからな。ある程度は最初に聞かせてもらう、あとは後々情報を聞くために拘束し、監禁させてもらう。それで死なないのならいいのだけど。死なないさ、その監禁場所は外部干渉は不可能だ。できるものならやってみろとだけ言ってやる。情報を相手に渡す段階で裏切り者確定、殺されるだけ、ならここまで死なない保証をしてくれる場所があるなら。約束通り拷問はしないわよね。喋るならしないさ、喋らないなら簡単に死ねると思うな。私は痛めつけることに関しては誰よりも自信はあるし、傷を癒すスペシャリストもいる。死ぬより苦しい思いをするだけだ。わかった、選択肢はなさそうだし、その場所に連れて行って、話すにしてもまずは私の身の安全が優先。ここで話して命の危険に怯えながら移動なんてまっぴらごめん。ふん、いいだろう、ついてこい。はい、雑魚王。なんで伯爵クラスのムーナがあんなに雑魚なんだよ。 C ランクだろう。本当今の司教って程度低すぎんじゃねえの。はぁ、東京に行ったら面倒だしな。でも無能に依頼しても失敗してくるからな。シルロッテに声かけてみるか。ただ興味を持ってもらわないとだな。何かいい材料はないか。とりあえず様子を見るか。天の絵奏での周りでイエサになる奴がいれば多少はマシになるからな。しゃあない、俺っちも東京に行くか。監視カメラはなぜか時々ノイズで見れなかったからな。やっぱ田舎にいると電波悪いな。パト君の寝顔ってなかなか見れないからすごく貴重だよ。本当ね、いつまではいいかな。ダメでしょ、もう確定してるからあれだけど。いいんじゃないかな、パト君もきっと喜ぶよ。あっけー、ハクがそれを言うの。それを言っちゃう子だっけー。パトもハクもなんか変な気配がするけど、もしかして変な効果受けてるのかな。とりあえずハクがいつもと違うから。秩序支配、定住か。バハートさん、パト君に。よかなく。ダメだと思う。あっけー、さっきまで乗り気だったのに。やっぱり何か影響受けてたかー。でもどこからもらってきたのかねー。さて、お待たせしました。本日最後の試合だー。ぶっちゃけいろいろ大きすぎてもう何も驚きません。私は高めに登りました。選手はスターバイ OK。40代イケオジと30代イケオジの試合。女は勝つのってよ。これが熟した男の戦いだー。全員ね、発砲に怒られてからやけだな。お父さん、気が乱れてるわ。世界の指揮統やなんだからしっかりとした態度で戦ってきて。そうだな、鉄火が先に行ったんだ。俺もちゃんとその場に行かないとな。うん、絶対にお父さんにだって負けないんだから。4姉妹で一番の落ちこぼれだった鉄火が誰よりも上まで勝ち残り、俺の前に現れた。感慨深いものだ。渋縁、その格好で行くのか、指揮隊長相手で。いいじゃねえか、俺はこっちの服装の方が覚悟を決めたって感じがする。これは私なりの覚悟、指揮は、指示は、ちょっと因縁がありましてね。そうか、なら頑張れとは言わない。だけど悔いの残らないように死力を尽くしてくるんだな。これが最後のチャンスかもしれないからな。ありがとうございます。では。さあ入れー。本日最後の試合にふさわしい試合を頼むぜご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。